ここはですね、ホテルなんですけれども、この近くにコンビニがないんですね。コンビニが、で、ホテルの中にコンビニ的なのもあるんですよ。こんな感じで、カップヌードルとか、パンとか売ってたんですけど、ちょっとね、マジでびっくりしたことがあって、コンビニで大きいメンチカツみたいなパン見たことないですか？大きいメンチカツ、大きいメンチカツパン、100円ぐらいで売られてると思うんですけど、なんとあそこのコンビニ的なところ210円ぐらいで 2倍の値がついてましたよ。いやー、怖いねー。2倍ですよ。大きいメンチカツ、普通のコンビニで売ってるやつあるじゃないですか、大きいメンチカツ。僕高校生の時とかあれだいぶ食べてましたけど、100円で結構大きい感じのパンの中にメンチカツが入ってるっていうことで、結構高校の時食べてたりとかしてたんですけど、ここはね200円ですよ。やっぱこういうところはね、すごい。こういうオシャンティーなところ、大きいメンチカツですら200円するという驚愕な事実です。大きいメンチカツが200円。なるほどね。これ買う人いんのかな？オリジナルメダル。メンチカツとこのオリジナルメダルが一緒です。オリジナルメダルとメンチカツ一緒料金。ではちょっと会場に戻りたいと思います。